皆さんこんにちは、ハブミチャンネルのしのです。あたしです。私今小学2年生なんですが、1年生の時からキッズ携帯を持っていました。私が持ってたキッズ携帯はこれです。中の画面はカラーで、すっごい使いやすかったです。なんとそんな私がついにスマホデビューしちゃいました。それがこちらです。 iPhone8 なんですけど、ついにやっと帰ってもらいました。今はメールとスノーを入れてて、スノーでちょっとアップ、スノーでなんかパシャって撮ったりして自撮りで楽しんでます。でケースが花、サンキューマートで買いました。はい、ちょっと今汚い。本当だ、もうね買って1ヶ月以上経ったんですけど、やっとちょっと落ち着いたので動画を撮ってみました。本当ケース汚い、はい。で、なんでねスマホデビューしたのかをちょっと話ししたいと思います。はい。毎月の支払い金額があまり変わらなかったことですね。で、あの LINE の方が動画も送れるし写真も送れるしっていうことで、あとグループ LINE を作ることでさ、子供3人と私でグループで会話できたりもするだろうしということで、ちょっと早いんじゃないって思う、多分コメントもねすごい言われると思うんですけど、まあ、その家庭家庭の約束とかがあると思うので、うちは今ねこう切り替える時期なのかなと思って買い替えました。はい。でもですね、めちゃめちゃすごいあの約束があります。今からそれをちょっとねちゃんとここで動画としても残して、ちゃんと約束を守れなかったら、その募集という形でね1週間募集をしたいとも思ってます。はい。はい、もちろん外に出てネットとかを使うと、そのなんだろう、上がってっちゃうので値段が、なので外では必ず使わないっていう約束で、家に着いてからのなんだろう、ゲームのアプリなりとか LINE をする、まあ、外で LINE する時も出かけてね、何かちょっとはぐれちゃった時とか、ちょっと連絡しといてパパにって言った時 LINE 使うかもしれないんですけど、それ以外は外では必ず使わない。はい、という約束です。緊急の時は使う、うん、緊急じゃない普通のメールとか電話とかはあんまり使わない。そう、外ではね。なので外で使うのが多くなると基本料金が高くなるのですぐバレます。今しのが使ってるのは iPhone8 なんですけど、うん、これがねお値段3万円ちょっとしました。高いんだよ。ではしのちゃんに約束と言いながらも、ここでちょっとちゃんと発表したいと思います。基本、部屋では自分の部屋では使わない。リビングで使う。使わない時はリビングに置くのが基本です。なので8時半過ぎからもう歯磨きをして、9時には寝かせよう作戦で、9時半まで起きたら携帯次の日いじれないよっていう約束にしてますよね。ちょっとここでねちゃんとお話ししたいと思います。まず1つ目、はい、夜携帯をいじっていいのは8時までです。なんでよ、9時じゃない、9時も寝る時間、寝る前に携帯を触ってはいけない。そして使うときはリビングで使う、はい、他の部屋には持っていかない、はい。で次、友達や誰かに LINE をするときはママに一声かけてから LINE をすること。あなた勝手に最近してるよね、しかも夜遅く。最初なんか軽く、じゃあこういう風にして使ってねっていうのを最近全然守ってなくて、勝手になんか LINE をしてたりとかするので、やりたい気持ちはわかるけど、あのまだあなた小学生なのでね。なので LINE するときはママにこの子に LINE をしますって言ってからです。そしてスノーやるときも、スノーやってもいいですか、写真撮ってもいいですか。ドッキリのときは言わないから。ん、ドッキリのときは言わないから。ドッキリのときはいいよ。ドッキリの時はじゃあこっそりリビングからカメラを持ち出して撮影してください、はい。それか、まあ、スノーやるって言って、まあそれ、そんなことママドッキリの時わかんないけどさ、まあそういう風にして、とりあえず携帯を触る時はなるべくっていうかママに言う。 OK、はい。メールしたいのはわかるけど、まあ、メール相手も数人しかいないんですよ結局。しのちゃんの LINE のお友達なんて本当に身内か、お友達2人、しかもその2人は同じ学年の子じゃないし、同じ学校の子でもないし、まあ同じ YouTube をしてる、まあ有名な方ですね、はい。
と、まあ、LINE をちょこっとスタンプをしてお返事して、しのはなんか嬉しがってるんですけど嬉しい、ね、まあそんな感じで、まあね、したい気持ちもわかるけど、ちゃんと約束を守ってその辺はちゃんときっちりしたいと思います。めっちゃママ厳しいからね、本当に。あのね、怒るとね、あの鬼の角がドーンって入ってくるんですよ。で、約束をちゃんと守ってください。はい、ということでですね、ちなみにしのちゃんのじゃ今の携帯の中身をちょっと紹介します。はい、ではこんな感じでですね、すごくシンプルな携帯の中身です。はい、背景はさゆちゃんにやってもらったクレヨンしんちゃん。そう、はいですね。それで、まあ普通に何も特にないんですよね。 TikTok を入れてるわけでもなく、 YouTube も入ってないんですけど、インスタも入れてません。はい、なんか特にスノーだけ、うん、スノーだけここに入ってて、何か特に入れると余計に触っちゃうので入れてないし、ゲームも入れてないよね今のとこ、うん、1個目入れてない。そうだから、今携帯で何やるって言ったら、スノーと LINE のタイムライン見てるとかあったよね。動画を見てたり、タイムラインの動画を見てたりして、まあ基本特に今ね、アプリゲームをわざと入れてないのでやってない感じですね。でもね、でもスノーでちょっとなんかアプリで遊ぶやつありますか。それで、あ、ちょっと見て面白いよってちょっとやったりするだけですかね。そうだね、スノーで遊んでる感じだね、うん、なんか顔変えて遊んでみたり写真撮ったりとか、そういう感じで今使ってるので、でね、まあなんかちょっと外行った時とかどこにいるかっていうので、ライフ360っていうのを入れてて、シノがどこにいるかを把握したりしてます。なんか前のこっちだとシノが帰ってる時にママが大丈夫かなって見ると、見えるんだよそれも、うん、見えるんですけど、なんかそこで急に歩いてる、シノは歩いてるのに止まったりするんです。そう、なんかキッズ携帯の方は情報が5分前とか10分前の、居場所しか出てこないので、10分経たないと新しい場所が分かんないとか、5分だったかな、だったので、こうリアルタイムに分かるのがスマホの、ライフ360だったので、こっちにしたのも、まあ、そういう意味もあるかな。ちょっと心配になるからね、あれここにいないんだもんみたいな、という感じの携帯を変えた理由になっています。はい、ということで私のスマホを変えた理由を話してみました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。ドキリ楽しみにみんな一緒でね。